皆さんこんにちは。以前こちらの動画を見ていただいた方はご存知かもしれませんが、私が2ヶ月ぐらい一泊早産で入院していて、ボーと彼だけの生活になっているという感じの内容なんですけど、今は退院してきて少し状態は落ち着いています。赤ちゃんも無事生まれて NICU で少しだけ入院してたんですけど、でももう2日前に退院してきて、今は元気にお家に帰って赤ちゃんも私も過ごしています。その時の動画でいっぱいコメントで大丈夫ですかとかたくさんコメントが来てて、全部読ませてもらってたんですけど、なかなかコメント返せずごめんなさい。全部読みました。7月15日に妊婦健診に行ったんですけど、その時にもう今すぐ入院ですって言われて、なんかボー君とはまた会えると思ってたから、普通にじゃあ僕バイバイって言って、ここから2ヶ月間会えないと思わなかったから、もう家にも帰れずに今すぐ入院してくださいっていう状態で入院してました。1週間様子見て入院かなと思ってたから、1週間したらボーには会えるかって思って言ってたんですけど、1週間持たずに状態がもっと悪くなってしまって、個人病院から夜中に救急車乗って保育器に入れる大きい病院に行くことになって、そっからはもう生まれるまで退院できないと思っててくださいって言われてしまって、ってことは長期入院だからもう絶対1ヶ月以上はお家に帰れないってことになってしまい、突然ボーと彼の2人の生活が始まってしまって、で2人とも慣れない沖縄でどうしよう、私しか沖縄のこと知らないのに1週間も経ってないうちにそんなことになってしまって、2人で頑張って生活してくれて、彼もボー君も1ヶ月間2人で寂しく過ごすんかなと思ったんですけど、彼も僕も結構私の実家で長いこと一緒に生活をしてたみたいで、私の家族は結構坊ちゃんを見てくれました。坊くんと一緒にね、大きい公園とか散歩連れてってくれたり、ボールで遊んでくれたりとか、なんかお世話もずっと結構私のお父さんがいっぱい僕を見てくれて、僕も寂しい思いせずにどうにか過ごせたかなって思っています。私と突然バイバイして、突然いつもあの人が帰ってこないってなって、ストレスだったんじゃないかなとか、大丈夫かな僕ってずっと心配してたんですよね。入院中慣れない環境で私もいないし、もう絶対僕ストレス溜まってるわって思ってたんですけど、家族も彼もいっぱい僕の写真送って来てくれて、写真見てたらすごい笑顔でいっぱい走っててMV でもね、もう無我夢中でボールも追いかけてるやつとか、痩せてこけてるんじゃないかなとかそんな風に思ってたけど、なんか動物病院に行って体重測ったら1キロ増えてたんだよね。そうそうそう、私はどんどんこの後期座りとかで食欲もなくなったりとか、点滴でもうねずっともう体がもうボロボロだったの。とにかく注射で腕の注射痕で皮膚がボロボロになったりとか、血管ももろくなって、もう24時間点滴だったんですよね。なんで体がとにかくもうしんどかった、皮膚もしんどかった、注射が本当にしんどかった。僕もクソレスなんだろう、僕もこけてるんだろうと思ってたら聞こえてて、幸せ太りそう幸せ太りしてたよね僕それでしかも涙やけまで治ってしまって僕涙やけがね綺麗になって、入院中これが一番嬉しかったです。入院中もう気持ちは暗くなってたけど、僕の涙やけ治ったってニュースがすごい嬉しかった。私がいなくなってストレスになってるんじゃないかなと思いきや、周りのおかげで楽しく過ごせてたみたいで、ご飯もいっぱい食べて涙やけまで綺麗になってよかったよかった本当に。あ、坊ちゃんの動画のコメントがなかなか返してなくって、それが本当に気がかりで、入院中彼が編集してくれた動画が上がってたと思うんですけど、で私が基本的にいつもコメントお返事返してて、お返事返したいなと思ってたんですけど、その注射とか点滴とかからで腕が痛くって、なんか手のひらとかジンマシンとか出ちゃって、それがスマホがされなかったのでコメントが返してなくて、でも全部読んでて、その皆さんのコメント読んでるのも入院中楽しかったです。でその中でもボー君最近涙やけ綺麗になりましたねっていうコメントが結構来てて、どうやって直したんですかってコメントも
結構来てたので、またこの動画の次の次ぐらいの動画かな、あもう撮影もして編集もしてるのでもうそろそろアップするので、あどうやってボウが涙だけ綺麗になったかまた動画アップしますのでお待ちください。あとは退院した日に彼とお母さんとボウが一緒に病院まで迎えに来てくれて、私のお母さんと駐車場で待ってて、2ヶ月ぶりにボウは飼い主とすれ違ったら気づくのかっていう実験をしてみたのが次の動画であげるので楽しみにしててください。すごい面白かったから。私は今回突然切迫早産で入院することになったんですけど、まあ、切迫早産に限らず他のことで突然入院ですって言われることがあってもおかしくないじゃないですか。もう結構きついです。自分の体も赤ちゃんもだけど、家族のこととか生活大丈夫かなとか、もうワンちゃん飼ってたらもう心配が余計倍になると思うし、もう会えない、とにかく会いたくても会えない、コロナで面会もなしだったので今回は結構しんどかったかな。メンタルがやられすぎて、もうボウ君にも会いたくても会えないから、待ち受けボウ君してたけど、もうボウ君見るのが辛くって、待ち受けももう変えてました。写真見て元気が出るかなとか、そういうことはならなかったですね。見れなくなってしまって、もう寂しすぎて会いたくても会えないっていうのがしんどかったから、ボウ君の写真が見れなかった一時期でも、動画がアップされたらちゃんと見てたYouTube の動画はちゃんと見てたんだけど、あと家族が送ってきた写真とかは見てたんだけど、過去のボウとの写真が見れなかった。あこんなことがあったなとか、家にこの時いるなとか、私がボウとこの時外で散歩してるじゃんとか、なんか思ったら悲しくなってきて、ボウ君との過去の写真は見れなかったんですけど、まあ、今は全然大丈夫だけど。退院してすぐに退院しましたっていう動画を上げなかったので、奥さん大丈夫ですかってコメントがいくつかあって、心配かけてしまったなって思って、私は全然大丈夫で、ボウも彼も私も赤ちゃんもみんな元気ですもう報告ができなくてすいません。もう早く報告しようと思ったのに、もう忙しすぎて、赤ちゃんが家に来たらこんな忙しいんだなってぐらい忙しくて、自分も病み上がりだからなかなか動けなくて、産後の体が痛すぎて全然報告がちょっと遅くなってしまって、それがめちゃくちゃ気がかりで、とりあえず今動画を回して撮ってあげてるっていう状態です。赤ちゃんが退院した日にボウと赤ちゃんの初対面がどうなるかっていう動画も撮ったので、それも楽しみにしててください。私の実家に何日か最初泊まってて、2日か3日ぐらいね、で4日目ぐらいに私が病院で入院しちゃったんだけど、最初ボウも私の実家だからあんまりそんなね慣れてないし、慣れてない人だけに囲まれてさ、知らない家じゃん。彼もボウもそれ慣れてない家だから、私は実家だからあれだけど、でも退院して帰ってきた時、なんか2人とも自分家みたいに私の実家にいたのがなんか面白かった。なんか彼も沖縄慣れてないからって言って、私の家族も家泊まりなみたいな、ご飯食べていきなみたいな感じで、私の家族が彼とボウに対して、この家があるのにこの家が全然片付いてなかったから、私の実家にいてね結構長いこと、最初の 2,3 日慣れてない 2,3 日しか知らないから、私なんか2ヶ月後戻ってきたら、ボウは偉そうにねめっちゃ居座って、なんかもうなんか絆ができてた、みんなとすごいぐらい深い絆ができててびっくりしたんだけど、で彼も彼でうちんちのルーティーンとかもなんか分かってきてるし、自分ちみたいに2人ともいるから面白かった。なんかいない間に変化がすごいいっぱいあったんだろうなっていうか、おばあちゃんもさ、なんかあんなにおばあちゃんと仲良くすると思わなかった孫の手でさ、背中かいてもらってんの好きなんだよね、おばあちゃんに。そっちおばあちゃんのところにいて、背中かけぶっつって背中向けるんだって。でこのボールもなんかお母さんの足の裏にこう刺激してます。何ダイエットボール、これなんか、まあ、なんかのボールなんだよ。なんか足の裏こうやってって、ボーちゃんがこれ部屋に転がってたら、ボーちゃんがボールとして遊んでて、でも今もこれが大好きで、なんかお母さんがもうこんな好きならあげるよボーくんっつってね、これ2つもらったんだよね、実家にボー用のが1個と今私たちの家に1個。ボーくんこのボール好きだよね、でも追いかけてる。なんかボールだったら何でも基本的に好きだけど、これが今のとこ一番好きじゃない？大体さ、この手のちっちゃいボール飽きるんだよ。ボール好きでも、大きいボールは結構遊ぶんだけど、ちっちゃいボールは結構すぐ飽きちゃうんだけど、このボールは好きだよね。なんでだろうね。
蛍光色がいいかな。なんだろう、このゴツゴツしたなんかゴツゴツがいいのかな。あ、じゃあバイバイ。